いろんな人に出会える出会いの場、自分を成長させてくれました、そして私 の、 あの体重も成長させてくれました。毎年1キロずつ増えております。それはなんで増えたんですか？いや、もう楽しくて楽しくて毎日お腹がすぐすくんです。レストランみたいにメニューがたくさんある職場です。苦しいですけど楽しいところです。僕の子供みたいなもんです。次から次に新企画、頭がついていきません。アメリカ留学中に、さまざまな国の人にあなたのお父さんはどんな仕事をしているのって聞かれました。私の父は日本和装という着物関係の仕事で働いているというと、どの国の人もどの周りの人もすごく食いついて、日本和装は着物の仕事なんだ、どんな仕事をしているのと、どの企業よりも食いついて話を聞いてくれました。日本和装はそんな日本どの世界探しても日本にしかない、でも古臭くない、そんな会社だと思います。変化がありすぎて実はまだよく分かっていません。主に OJT であり、習うより盗めという社風です。最高のコスプレ衣装です。仲間作りのツールかな。日本を代表するものかな。内面が出るファッション、歩くブランドだと思います。どんなに高い、ブランドのバッグを持っていても、どんなに高いジュエリーをこうやって身につけていても、着物を着れば、着物を着て歩いてれば、それぐらい、それにも勝るブランド力を持っていると思います。日本文化そのものだとは思うんですが、実はセクシーアイテムだと思います。対話力、基本的には引きこもりなので、どうやったらお客様がもっと喜んでもらえるかっていうのを常に考えれるようになりました。関西のお客様のためにこんなアメちゃんも作りまして、これは大人気です。人を見極めることができるようになりました。誰に仕事を頼めば効率よく解決するかなどです。まあ、まず着物屋さんと思ってほしくないな。まあ、企画屋、企画会社というふうに思ってほしいです。そういう人材を求めています。